で植え替えが楽になるように少し乾かしました。はい、乾かすのは1日程度で大丈夫ですか？その気にもよるけど、大体そのぐらいでしょ。すごい枝作りがすごい綺麗ですよね。ここにね、石がついてた。で石をタガネで叩いて、取って、でこういう風にしたんだけど、こう石が入ってる。で来年は、これほぼ巻いちゃう。ああ、じゃあいいですね。これね、相模原の K さんから分けてもらった。K さん。頭文字が K ってつく人。あ、そうなんですか。分けてもらった。シグナテンです。もういい木ですよね、これは。あ、いい木だよ。なんかモミジとかカエデとかの性のいい、やっぱ都道府県ってあるんですか？俺が思うには、なんていうかな、突然変異でいい性が出る場合もあるけど、一般的に、あそこ名古屋の豊臣神社ってあるんですよ。豊臣秀吉のお母さんが、祀られてる神社ね、豊臣神社ってある。その境内に楓の性のいいのが生えてんだって。でそれを向こうの方の人が撒いてる人がいるんだ。それを買うといいよね。俺も買ったことあるけど。やっぱすごくいいですか、やっぱり枝ぶりとか細くて。性はまあまあ平均していい。なんか小さい盆栽は真ん中の枝が太くならないように、真ん中の根を全部取ってしまうじゃないですか。これぐらいの中品ぐらいだと、樹形に、できればまあ樹形も樹種にもよるけど、もみじ楓とかそういうものは、このところのこの根をね、そんなに必要としないわけ。真ん中、で周りだけ根をつけて、それで培養するんですよ。そういうことをするからこういう座になる。座もいいですね。これはもう年数もかなり経ってる。どれぐらい経ってんですかね。それは30年は経ってんだろうな。すごいですね。四半世紀以上経つ。こういうのを見るとちゃんとした仕事をしているかどうかっていうのがすぐ分かっちゃう。これはまあまあちゃんとした仕事をしてる。してないとやっぱり根の太さとかがもう均等になってない場合が多いってことですかね。そうなんですよ。植え替えた人の力量とかさ、そういうのがね、人に見ると分かっちゃう。根を見て、だからやたらのことはできないね。行った先でさ、なんだこの植え替えはなんて言われちゃうからね。目で見えないでしょ、この根のさばきが。そうですね。だから大事に、やっぱり見えないだけに大事にしたいよね。やっぱ葉がなくてもすごいこの幹肌とか白くて本当に見応えありますね。
やっぱり年数だけは我々どんだけ腕のいい人でも、うん、その年数だけは作れねえからね、うんうん、こういうのをね、うん、上にあるでしょ、はい、こういうのを取る。それはもう太くなっちゃうから、こういう根はね、うん、こう全体にこう平らになるように、うん、こういう根ポコって出ちゃってますね。そうそうそう、こういう根を省いてる、うん、この辺移してね、うん、ね、うん、洗いするんですか、うん、やっぱ水垢を取るわけ、うん、でもう一回洗う、もう一回根の整理をする、うん、結構やっぱ土がもう粉塵みたいになっちゃってるってことですかね。で根は3年ぐらい植え替えしてないと思うんだよ。少し丁寧にやらないと、うん、結構真ん中あたりにすごい太い根が残ってますね、うん、これ赤くなっているその根は元から赤いの、うん、カエデはこういう感じで赤みが、うん、なるべく強い根を切って、うん、そのしかも平らに、うん、粘りをね平らに作って、うん、そうすれば均等になりますもんね、うん、それをやることによって、うん、こういう座がね、うん、出来上がってくる、うん、で今下やったでしょ、うん、今度上から切って、いい鉢ですね、うん、いいよね、うん、やっぱりさ、うん、盆栽古い木はさ、こういう鉢も結構古いんだよ、これ。あ、そうなんですか。うん、高くはないけど、ね、古い鉢。これはどういう薬を使ってるんですかね。うん、これはね、白薬を使ってあるんだけど、こんだけ時代が来て。本当ですね、なんかね。糖水っていう人の作りなんだけど。肩押しだからそんなに高いもんじゃないんだけど。
落ちっていうのは、型で作った。ああ、型で作ったもんだから、うん、そんなに高くはないんだけど、うん、この人の薬はいい薬だから、自体の塗りがやっぱりいいよね、うん、ああいいです ね、うん、肩押しっていうのはね、ここのところへこんでんでしょ、うん、ああへこんでますね、うん、へこんでんのはね、うん、鉢を、うん、焼くときに、うん、鋳型っていうのにこう、うん、はめてこう作るんだ、うんうんうん、その後がこれ、ね、うーん、こっちが正面で、見えるとやっぱ映えますね、すごい、うん、この鉢はちょっと貧弱だよな、貧弱っていうかほら、うんうんうん、鉢が木に負けちゃうよな、あ確かにそうですね、うん、薄く作りすぎてるからさ、うんうん、ちょっと迫力がなくなっちゃいますよね、うん、なんかこっちの深い鉢の方がなんかどっしりしてる感覚、どっしりしてるでしょ、うん、深い傷があるんですね。ん？これこれ。うん、これはほら石がついてあるだと。ああ。でこれを結構大きい石だったんですね。うん。このぐらいの石。ああ。たがれで叩いてさ。うん。よく取れましたね。うん。うん、買った時に、うん、あこれは取れるなと思って買ったからね。取れるんだってわかるんですか、やっぱり、うん、大体ね、うんうんね、切ってるんですか、うん、入んないから、うん、土がね、うん、ここにあることによって入んない、うん、
べ。もう出来上がりです。写真撮る？あ、いいですね。はい、出来上がり。